好きな手役は中連ポート、あかり花です。今回紹介するのは栄太郎ちゃんと麻雀コラボした時の動画です。今日も一緒に見ていきましょう。対局ルールはジャンタマ団員戦のトンプー戦方式ですと、配信者2人対リスナー2人のチーム戦形式でトップを取ったメンバーのいるチームの勝利になります。で、負けた2人はシャープこちらの方に負けましたのハッシュタグをつけて、まあ、結果をツイートするっていう風なそんな感じになっておりますのでよろしくお願いします。どういうこと？よいしょ。あ、じゃあ、じゃあこうか？こうだ！違う。こっちか？コンビ打ちでね、あのかなり有効だからこれね、皆さんも使ってくださいね。確かに。そうそうそう。そうかそうか。出ました。あー！次、次、運送、運送だった。うわっ！ほら！ナイスー、なんかしんないけど晴れ間になったぜ。ナイスー、すばらはい、ありがとうございました。はい、やりでした。ブラックライトさんとカヤクさんもありがとうございました。でもこれは、ん？1800点差だから、お、マジ？トップ目が来たー。たか、どうだろう。あらの、あーマジか。パーソーか。なるほど。パーソーの方か。パーソーでした。ドラン来ちゃったなー。すまねー。でもこれパーソーだったらダブロンだから。いや、あのチゴさんがポンテン取る前に持ってたんだよね。ドラマだなぁ、はい、あー来た。そうか、そしたらじゃあ満貫でいいもんなぁと思います。でもそれが出てきたんなら、見ますか。おっと、タンヤをドラに大丈夫。いや、あ、そうだ、リーボー出てんだ。あーあー、なんてこった。ああ、そうだ、リーボー出てた。あら、まさか1位を取れてしまうなんて。大やりでした。音を合わせるみたいな。なんて言えばいいんだろうな。見たことない人への説明が難しいんだけど。ちょっと待った。嘘でしょ。しかもだけ。待って待って。ああ。私太陽ドラさんだったの。あらららら。それはもうしょうがないな。あら。間のポポさん、一ノ瀬さん、対局ありがとうございました。これいるよ。ああ。派手もあるし。あ、永遠強かった。いやー、永遠強い。これはか、ね、あ、あ、どこで言うの？見てくれありがとうございました。ねえ。言われました。あ、それ論で。うわあ！ハネマン。ハネマン。あ、そうか、マンガンでもどう見てダメだったのか。マンガンなら足り、マンガンでも足りてたからね。対局ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、届かずか。溶けてるパパが見えてる。ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございました。バイバイ。またねー。
チーム選定難しいけど楽しかった。リスナーさん強すぎだよ。そんなところで今日はここまで。動画の高評価とチャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとうございました。